ありがとうございますえ皆さん参議院神奈川選挙区候補の日本共産党の浅香由加ですえ今大接戦だと言われていますぜひ皆さん皆さんの一票で浅香由加国会議員に押し上げてくださいよろしくお願いしますえ皆さん今一人一人の生活政治が大切にしているそう感じる方どれぐらいいるでしょうか 大企業の利益を最優先にさせる、この政治のもとで、今、働く人の命や生活を守るルールが、次々と壊されています。その結果、長時間労働が蔓延している。過労死は高止まりしている。その一方で、8時間働きたくても働けない、不安定な雇用が広がっています。今、若者の2人に1人が非正規労働、そして非正規の 7割の方が年収200万円未満です。正社員は長時間労働が当たり前、家事育児は女性の役割。このジェンダー規範によって多くの女性がキャリアを諦めてます。働く女性の半数以上が非正規です。このコロナ禍でシフトカットされた多くの女性が本当に生活が苦しくなって、シングルマザーが悲鳴を上げていました。 皆さん、自己責任を押し付ける今の政治の下で、高すぎる学費に生活が圧迫されてます。病気になっても病院に行けない。そして年金だけでは安心して暮らすことさえできない。社会保障もボロボロにされているのではないでしょうか。私が政治家を志した原点は、命を大切にする政治にしたい。 一人一人の生活を支える政治にしたい、そういう思いからです。21年前、私は母親、一つ上の兄、そして17歳だった妹、3人の家族を事故で亡くしました。21年間、一日一日の大切さ、日常の大切さ、 命の尊さと向き合わなかった日はありません。だからこそ、生きてることを楽しめる社会にしていきたい。もっと一人一人が大切にされる社会を作っていきたい。日常を支えていく政治にしていきたい。そんな思いで、8時間働けば普通に暮らせる社会をと、6年間訴え続けてきました。 8時間働けば普通に暮らせる社会。どんな社会でしょうか長時間労働から解放される。ワンオペ育児から解放される。全ての人が自由な時間が持てる社会。残業しなくても生活できる賃金が保障される。シフトカットされる働き方ではなくて、ちゃんと休業保障される。安定した働き方が。 全ての人ができる社会です。そのためにも賃金を引き上げる必要があります。今、神奈川県の最低賃金は時給1040円です。8時間働いても月18万円にしかなりません。オーストラリア、最低賃金を7月1日から1988円に政治の責任で引き上げたんです。8時間働けば 最低でも月34万円はもらえる。そういう最低限のラインが今先進国にできつつあります。いつから日本はオーストラリアの半分ぐらいの給料しかもらえない。それぐらいの状況になってしまったのでしょうか。私は今42歳です。長時間労働で働くのが当たり前な働き方をしてきました。 ワンオペ育児が当たり前の社会で子育てをしてきました。過労で心や体を壊して職場を去っていく同僚を何人も見続けてきました。でもこんな働き方を自分たちのためにも、そして子供たちのためにも絶対に改善しなければいけない。その思いで賃金を引き上げろ。 学費をゼロへ、社会保障を拡充していこう。そういう対応をしています。皆さん、ブラックな働き方改善していく。そういう社会を子供たちのためにもしっかりと作っていく。そのためにも賃金を上げよう。ブラックな働き方変えていこう。中小企業ちゃんと支援していこう。その願いを浅香ゆかに 日本共産党に託しししてくくださいいお願いします皆さん、賃金を上げることと合わせて社会保障拡充していく必要があるんです。私、朝香ゆか、学費は無償へと20年間学生の皆さんと取り組んできました。朝香ゆかの街頭演説、選挙権がない中学生、高校生の皆さんも聞いてくれます。先日 親から大学の学費は払えないと言われた。でも大学に行きたい。涙を流して17歳の学生が街頭演説の後に声をかけてくれました。日本の経済力があれば学費無償を実現できるはずなんです。親の経済力に左右されずに全ての子供が行きたい大学に行くことができる。そういう社会を私は日本でも必ず実現をしていきたいと思います。 皆さん、学費はゼロへ。その願いを、ぜひ、浅香ゆかに託してください。学費、半額、所得制限なしで、私立も国立も短大も専門学校も今すぐ実現するのに必要な予算は、1兆3000億円です。田村智子さん、先ほど19兆円の財源提案をしていました。19兆円財源ある。 そのうちの本当に一部を使えば、大学の学費今すぐ半額にすることぐらい実現することができるんです。皆さん、政治が本気になれば、この社会を変えることができるんです。ブラック企業をなくしていくこともできるんです。すべての子供が学びたい大学に行くことができる社会作ることができるんです。だからこそ私はみんなに選挙に参加してほしいんです。 どんな社会を子供たちに残していくのか。今私は10歳、7歳、0歳、3人の子供を育てています。0歳児を抱えながら、それでも国政に挑戦をする。<laughs> それはもっとまともな社会を子供たちにしっかりと手渡していきたいからです。戦えというような政治ではなくて、戦わなくていいと言ってあげる。 平和の外交ビジョンがあるんだと言ってあげれる。そういう政治を作っていきたいんです。一人一人が本当に大切にされていく。生活が大切にされる。一人一人子供が伸び伸び成長できる。そういう社会実現をするためにも、ぜひ皆さん選挙に参加してください。政治に参加してください。 もっといい政治は、もっといい社会は必ず実現することができます。えぜひ、神奈川選挙区朝香ゆかえ、比例代表日本共産党へえ、皆さんの願いを託していただくことを心からお願いしまして、朝香ゆかのスピーチとさせていただきます。ありがとうございます。